はい、はい、行きます。じゃあいきますね、はい、今回は子供さんの LINE の入れ方でね、いきますね。ほんでちょっとこう分け目風で、はい、七三ですよね、最近流行ってるからこう七三、はい、で、まあ、バリカンがありまして、アタッチメントを取りまして、はい、ここのこめかみのとこですね、うん、ここなんですよ。ここから縦に、縦にというのはこのバリカンの方向ですよね、斜めにじゃなくて縦に垂直に入れることによってラインが入るんですよね。でちょっとね、今回はね太めにするのがポイントなんですよ、まあ、細くするも流行ってるんですけど、そうそうそう、まあ、基本細い模様っていうのが流行っとんですよ、うんうん、ですけどなんでかっていうと分け目風に見せるんで、うんうんうん、ちょっと太めにしといた方がかっこよくて、うんうん、でなおかつこう最後細くなるように、うんうんうん、こういうイメージですね、まあ、これやったらまあ頑張ったらできそうじゃないですか。あの動画見て自分で自分でなんかねやってみたい人いるじゃないですか、うんうん、まあ、夏休みとかね、ちょっとこうやってみたい時ありますよね、うんうん、ぜひね、はい、いいと思います。やってみてください。以上です。ますんで、はい、これでこうしててくださいね、はい、じゃあワックスつけましょうか。はい、いいね、ちゃんと返事してくれるカメラマン、いいね。あ、せーこっちへね。ほんで、はい、ワックスの量は指先のこんだけの分量で手のひらに伸ばします、はい、で七三風に見せたいので、ちょっとだけね、こうしてくれね。でこの辺を中心にまずつけてください、毛先の方に、はい、まあ、また家でもねできますので、うんうん、でちょっと斜めにするのがポイントで、うんうん、ここを強調させたいので、はい、こうやってね斜め、これだったら簡単にできますよね、うんうん、どうです、簡単じゃないです、うん、で前髪ちょっとこう上げとくとよりね、お、あの七五三とかちょっと写真撮影とかあるじゃないですか、うん、そういう時にちょうどいいですよね。ぽいぽいぽいね、うん、ぽい。ではありがとうございました。バイバイ、またね。